J2 の優勝争いがいよいよ大詰めを迎えている。残り3節で対冠の権利を持つのは、首位の FC 町田ゼルビアと2位の清水エスパルスのみ。10月28日と29日に行われる第40節で決着がつく可能性がある。前節に2位以内を確定して初の J1 昇格を決めた町田が、圧倒的に有利な状況になっている。 積み上げた勝ち点78は同70の清水と8差。焦点2以上を獲得すれば、清水の結果にかかわらず初 V が決まる。一方、清水は全勝した上で、町田の取りこぼし、を待つことだけが頂点へ残された道となる。その中で、町田は29日に津永元金沢、清水は28日にロワッソ熊本と対戦する。 つまり、清水が熊本戦で引き分け以下の場合、その時点で町田は金沢戦を前にして悲願の初優勝が決定する。また、J1 児童昇格枠の2位をめぐる争いは、予断を許さない状況になっている。清水の背後には、共に勝ち点68の3位、ジュビロ・岩田と4位、東京ヴェルディが追走。 勝ち点の次に10位決定の要因となる得失点差は、清水がプラス42、岩田がプラス24、東京 V がプラス23となっている。その中で、40節では28日に岩田と東京 V が直接対決する。なお、5位のジェフユナイテッド市原は勝ち点61、得失点差8で、わずかに2位以内の望みがあるものの、かなり厳しい状況と言っていいだろう。 勝ち点59、得失点差プラス12で6位、V、ファーレン・長崎は2位浮上の可能性が消滅している。大注目の清水対熊本は13時3分、岩田対東京 V は14時3分、町田対金沢は29日の14時にキックオフ予定だ。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。